ピョートル・チャイコフスキーと、ロシア5人組、左下より、半時計回りに、ミリー・バラキレフ、チェーザリキュイ、アレクサンドル・ボロディン、モデスト・ムソルグスキー、ニコライル・リムスキー・コルサコフ。チャイコフスキーと、ロシア5人組では、ピョートル・チャイコフスキーと、ロシア民族主義を目指した、音楽家との対立について解説する。19世紀の半ばから終わりにかけてのロシアでは、 ピョートル・チャイコフスキーとロシア5人組と呼ばれる作曲家集団がロシアのクラシック音楽は西洋もしくは自国の方法論のどちらに従うべきかという問題で意見の食い違いを見せていた。チャイコフスキーは西洋基準の評価にも耐え国境の壁を越えるような専門的な楽曲でありながらも旋律、リズムやその他の音楽の性格においては ロシアの特色を持たせたままにしたいと希望していた。ミリー・バラキレフ、チェーザリキュイ、モデスト・ムソルグスキー、アレクサンドル・ボロディン、ニコライ・リムスキー・コルサコフからなる、ロシア5人組は、古いヨーロッパの音楽の模倣、もしくはヨーロッパ流の音楽院教育に依存した音楽では、なく、明瞭に、ロシア的な芸術音楽の創造を目指していた。 チャイコフスキー自身も自作に民謡を取り入れることがあったが、大抵の場合は、西洋の作曲技法をなぞろうとしており、その傾向は、調整や火星人口において顕著であった。また、チャイコフスキーとは異なり5人組の面々は誰も、教育機関で作曲理論を学んだことがなかった。事実、5人組の主導的役割を担ったバラキレフは、 アカデミズムを音楽的創造に対する脅威であると、みなしていた。バラキレフは5人組を擁護した、批評家のウラリーミルスターソフトともに、チャイコフスキーの母校である、サンクト・ペテルブルク音楽院と、その創設者であったアントン・ルビンシュテインに向かって、発言によって、または出版物を用いて容赦ない攻撃を加えたので、ある。ルビンシュテインの、最も知られた門弟となっていたチャイコフスキーは、 その連想から真っ先に当然の攻撃対象とみなされ、中でもキュイが出版した批判的評論において、やり玉に挙げられた。しかし、ルビンシュテインが1867年にサンクトペテルブルク音楽院の職を退くとこうした態度は変化の兆しを見せ始める。1869年には、チャイコフスキーとバラキレイフは協力関係に入る。 そうして出来上がったのが、チャイコフスキーの出世作となる幻想序曲、ロメオとジュリエットであり、5人組もこの作品を心から受け入れたのであった。チャイコフスキーが、リムスキー・コルザコフのセルビア幻想曲へ、好意的な批評を執筆すると、その音楽的素地に残るアカデミックな性質に懸念を持たれつつも5人組に受け入れられた。小ロシアという愛称で知られる。 チャイコフスキーの公共曲、第2番は1872年に初演されるや、いなや、5人組からの熱狂的な歓迎を受けた。チャイコフスキーは5人組と親しい、間柄であり続けたが、その大部分については追従する態度を見せることはなく、彼らの音楽については態度を決められずにいた。彼らの目標や美的感覚は、チャイコフスキーと合わなかったのである。5人組。 そして音楽院での球体依然な派閥争いから、自らの音楽を遠ざけておくため、彼は痛みを取ることにした。彼が、アントンの弟であるニコライルビンシテインからの、昇平を受けて、モスクワ音楽院の教授職に就いたことで、その方向へ進むことになっていったのである。リムスキー・コルサコフが、サンクトペテルブルク音楽院の教授職を打診された、際、助言と指導を求めて頼っていったのは、 チャイコフスキーだった。後年、リムスキー・コルザコフが愛国主義者仲間から自らの音楽指導、そして自身が熱意を傾けていた音楽研究における態度の変典に関して圧力をかけられていた際、チャイコフスキーは彼を道徳的な形で励まし続け、彼の行いを全面的に称賛すること、そして彼の芸術に対する謙虚さと個性の強さに感心していることを伝えている。 五人組が、それぞれの道を歩むようになって、しばらく経った1880年代になると、その後を埋めるように、ベリアーエーフサークルと呼ばれる勢力が台頭してくる。チャイコフスキーはこの一団の主導的メンバーであった、アレクサンドル・グラズノフ、アナトーリ・レアドフ、そしてリムスキー・コルサコフとは、以前のままの近しい関係に恵まれたのであった。最初の、真に、 ロシア的な作曲家となったミハイル・グリンカを例外としてチャイコフスキーが誕生する1840年以前のロシア固有の音楽といえば民謡と教会音楽だけであった。ロシア正教会に禁止されたことが原因で世俗音楽はその発展を阻害されていたのである。1830年代に入るとロシアのインテリゲンチャが議論を戦わせたのは 芸術家がヨーロッパ文化からの借用を行った場合に、自らのロシアらしさを否定すべきなのか、もしくはロシアの文化を刷新、発展させるべく重大な歩みを進めるべきなのかという問題であった。二つの陣営がこの疑問への解を探し求めていた。スラブ主義者らは、ピョートル大帝以前のロシアの歴史を理想化し、国はビュザンティオンに根付き、ロシア正教会によって広められた。 独自の文化を有しなければならないと主張した。一方で、西欧同化主義者らは、ピョートル大帝が国を改革して、西欧と同等に引き上げようとした愛国者であったとして賛美した。過去を振り返る代わりに前を見据えた彼らは、若く未熟なロシアは、西欧からの借用により最も先進的な西欧文明社会になることができる。そして短所を長所に転換できる。 可能性を有していると見ていたのである。1836年、グリンカのオペラ、皇帝に捧げた命がサンクトペーテルブルクにおいて、荘演される。これはインテリゲンチャが長く待ち望んだ出来事だった。このオペラが、ロシアの作曲家により生み出された初めての大規模作品であり、言語にロシア語を用いているとともに、愛国的であることを特色としていたからである。その数字書きは、 ニコライ一世が普及させた完成国民性の競技にうまく合致しており、それにより皇帝の承認が確実なものとなった。構成と様式の点において皇帝に捧げた命はイタリアオペラそのものであったが、主題の構造は洗練されており、オーケストレーションには大胆さも見られた。また、本作はロシア語演目として定着した初の悲劇で、 あったが、主人公のイヴァンス・サーニンが最後に命を落とすことで、オペラ全体に通定する愛国的感情に実直さが与えられ、際立たせられるのである。音楽が対話によって妨げられず、全編を通してそうされ続けるという点においても、このオペラは、ロシア発となる作品であった。加えて、同時代の人々を驚かせたのが、民謡とロシアの国内特有の誤報が、 音楽に織り込まれており、それらが戯曲として結実していたことである。クリンカは民謡を使用した理由について、国家主義を明確に狙ったというよりは、オペラによく知られた登場人物が登場することを反映したものであると説明している。そうした要素は、オペラ内の主要な部分には用いられておらず、ロシア民謡、漁者の歌を使用したことに対しても、 軽蔑的な意見があったにもかかわらず、皇帝に捧げた命は、高級的な演目となるにたる人気を獲得することになった。ロシア国内でそれを成し得た、最初のロシア語によるオペラとなったのである。皮肉にも、同じシーズンに、ジョアキーノ・ロッシーニの、セミラー・アミデが成功を収めたため、皇帝に捧げた命を常に、セミラー・アミデとほぼ同じキャストによりそのまま上演する。 ことが可能であった。皇帝に捧げた命の成功にもかかわらず、セミラーミーで絵の徴収の熱狂は、イタリアオペラの絶大なる需要を浮き彫りにした。これは、ロシアオペラにとって和解して悪しき状況といえ、グリンカが1842年に次なるオペラ、ルスラント・リュドミラを発表した際には、その影響が、如実に出た。ルスラント・リュドミラの失敗を機にグリンカはロシアから、去っていき、 国外で生涯を終えることになるのである。グリンカには国外からも注目が集まり、リストやベルリオーズらも彼の音楽を称賛し、後者はさらに論説で彼を同時代の傑出した作曲家の一人と評した。しかしながら、ロシア貴族の目は未だ国外の音楽のみに向けられていた。音楽自体が社会の階層構造と結びついており、 大衆の暮らしにある程度の役割を果たす以外は、依然として上級階級の特権であると考えられていたのである。貴族は膨大な量の音楽演奏を彼らだけの娯楽として楽しみ、クララ・シューマンやリストといった芸術家を自らの元へと招いていた。しかし継続的に演奏を行う団体もなければ、批評紙や多くの人が待ち望む新作も存在しなかった。 音楽教育に関しても一定の水準を満たすものは提供されておらず、一部の都市では個人指導を受けることができたとはいえ、効果は上がらないのが普通であった。質の良い教育のためには国外に出ざるを得なかったので、ある。作曲家でピアニストのアントン・ルビンシュテインが1859年にロシア音楽協会3年後の1862年に サンクトペテルブルク音楽院を創設したことにより、こうした状況を打開すべく大きな歩みがもたらされたと言える。しかし、これが同時に激しい論争を生むことになる。こちらの陣営に、ピョートル・チャイコフスキーという若き文官がいた。10代のチャイコフスキー。チャイコフスキーは1840年に、現在のウドムルト共和国、当時はロシア帝国領、ブヤトカ州であった。 小さな町、ボトキンスクに生まれた。早くから才能を見せた、彼は5歳で、ピアノのレッスンを開始し、3年もしないうちに先生と、同程度に手際よく、音楽を理解するまでになった。しかし、両親が彼の音楽的才能にかける情熱は、間もなく冷めてしまう。1850年に、一家はチャイコフスキーを、サンクトペテルブルクの帝国法律学校へとやることを、決める。 この学校の主な対象は貴族や上流階級ではなく、彼は公務員としてのキャリアを歩み始める。受け入れ最小年齢が12歳であったため、チャイコフスキーはサンクトペテルブルクにある帝国法律学校の予備学校の寮に入ることになった。これは一家が住むアラパエフスクの家からは約1 3 0 0トル離れていた。受け入れ年齢に到達したチャイコフスキーは、 帝国法律学校に入学7年間の収集過程が始まった。学校では音楽は優先事項ではなかったが、チャイコフスキーは旧友と連れ立って日常的に劇場やオペラ座に足を運んでいた。お気に入りはロッシーニ、ベッディーにベルディそしてモーツァルトであった。学校には音楽の授業を受け持つためにピアノ制作者のフランツ・ベッカーが時折訪れていた。 チャイコフスキーがここで受けた正式な音楽の指導は、これだけだった。1855年からは、父のイリア・チャイコフスキーが出資して、ニュルンベルク出身の著名なピアノ指導者、ルドルフ・クンディンガーの指導を受けられるようになった。息子が音楽でキャリアを積むことに関して、父がクンディンガーに尋ねると、彼はピョートルが優れた、演奏家、ましてや作曲家になりそうな可能性は全く、 見られないと応じた。チャイコフスキーは家庭を終了し、法務省の職に応募するようにと言われたのである。1859年5月25日に卒業したチャイコフスキーは、公務員の階級の中でも低いところに位置する名義、3時間に就任した。6月15日には、サンクトペテルブルクの法務省に登用される。6ヶ月後には復讐、その2ヶ月後には、 係長上へと昇進している。続く3年間の公務員生活はこの役職に止まることになる。1861年、チャイコフスキーはロシア音楽協会主催、ニコライ・ザレンバを講師に据えた音楽理論の講義に出席し、1年後にはザレンバを追ってサンクトペテルブルク音楽院へと入学している。心の中では、 公務員ではなく音楽家になる運命であると自分が確信できるまで完食はやめないと決めてのことである。1862年から1865年にかけてザレンバのもとで火星と単位法、風画を学び、ルビンシテインには還元楽法と作曲の指導を仰いだ。1863年にはついに公務員の職を辞して音楽の勉強に全力を注ぐようになり、 1865年12月に晴れて卒業を迎えているミリー・バラキレフ、ウラジーミル・オドエフスキー、ミハイル・グリンカの肖像、イリア・レイピンが、1855年のクリスマスの頃、グリンカは二人の人物の訪問を受けていた。一人は裕福なロシアのアマチュア批評家であるアレクサンドル・ウリビシェフである。もう一人は18歳のミリー・バラキレフであり、この青年が、 大ピアニストへの道を歩んでいるという話が伝わっていた。バラキレフは皇帝に捧げた命に基づく自作の幻想曲をクリンカに弾いて聴かせた。クリンカにとってはこれは嬉しい驚きであり、彼は音楽家としての明るい未来が待っているとバラキレフを称賛したのであった。1856年、バラキレフとロシアの芸術に対する愛国的指針への支持を公言していた。 批評家のウラディーミルスター・ソフガーは開作曲家を集め、彼らを通して思想を広めると同時に支持者を増やす活動を開始した。同年、彼らと最初に顔を合わせたのが、ホルイ建築を専門とする将校のチェーザリ・キュイであった。1857年には、プレオブラジェンスキー連隊のモデスト・ムソルグスキーが彼らに加わる。1861年には、 海軍士官候補生であったニコライ・リムスキー・コルサコフ。1862年には、アレクサンドル・ボロディンが、新たに加わった。バラキレフ、ボロディン、キュイ、ムソルグスキー、そしてリムスキー・コルサコフは余った時間を利用して、作曲に急しんだ。1862年の時点では最年少のリムスキー・コルサコフが18歳。最年長のボロディンもまだ28歳であり。 五人全員が若者だった。また五人とも本質的に独学で、音楽技法の中でも伝統的なものや、門切り型なものを意識的に避けていた。スターソフが彼らの音楽に関する論評を記して、以来五人は、クーチカと呼ばれるようになり、これを翻訳して、日本ではロシア五人組として知られている。スターソフの表には次のようにある。 小さくもすでにモグチャやクーチカであるロシアの音楽家が、有する、核も豊富な史上、感情、才能と可能性を永遠に、聴衆が記憶することを神がお許しくださいますように。モグチャやクーチカという言葉は直訳すれば、強く小さな積み重なり、結びつきのことである。実のところ、スターソフは、普段の神上では彼らのことを、新ロシア学派と表現していた。 この一段の目的は、グリンカの残した足跡に独立したロシア学派を作り上げることであった。彼らは愛国的性格のために戦うつもりでおり、オリエンタルな旋律におのずと引き寄せられると同時に、絶対音楽よりも筋書きのある音楽を好んだ。還元するならば公共曲、競争曲や室内楽曲よりも、公共誌や公共誌に類似した音楽に重きを、 置いたということである。スターソフが記すには、5人組は、このロシア様式のクラシック音楽の創造に向けて4つの特色を盛り込んだという。1つ目は、アカデミズムと定型化した西欧様式の作曲を否定することであった。2つ目は、ロシア帝国内にある東側の国々から得た音楽素材を取り込むことである。この特徴は後に、 東方市民音楽として知られるようになっていく。三つ目は音楽に対する進歩的かつ非アカデミックの取り組み、そして四つ目は民謡に結びつくような作曲技法を織り込むことである。以上四つの点により、五人組は同時代の無国籍な作曲を行う陣営と、自らを差別化することになる。式台の上のアントン・ルビンシテイン、イリア・レイピンが、 著名なピアニストであったアントン・ルビンシテインは1858年に帰国するまでロシアを離れて西側のヨーロッパの中心で暮らして演奏、作曲活動を行ってきた。パリ、ベルリン、ライプツヒといった都市の音楽院を訪れた彼にはそれらと比較したロシアは音楽の砂漠のように見えた。西側の都市には華やいが音楽界があった作曲家は尊敬を受け、 音楽家は心から自らの芸術に打ち込んでいたのである。ロシアにも同じような理想をと考えながら、1858年の帰国前にはロシアに音楽院を設立する案を思いついていた。そしてようやく構想の実現を手助けしてくれる有力者らの関心を引くに至ったのである。ルビンシュテインは1859年にロシア音楽協会を創設して、 第一歩を踏み出すことになる。教会の目的は人々に音楽教育を施し、彼らの音楽的趣味を、情勢、さらにおののが生活する地域において、各人の才能を開発することにあった。教会が最優先事項としていったのは、人々が自国作曲家の音楽に触れられるようにする取り組みである。膨大な量の西ヨーロッパの音楽に加え、ルビンシュテインの指揮により、 ムソルグスキーとキュイの作品がロシア音楽協会で初演された。協会の初めての演奏会から数週間後にルビンシテインは誰にでも開かれた音楽教室の催しを開始する。こうした教室への関心は1862年にルビンシテインがサンクトペテルブルク音楽院を開校するまで高まり続けるのである。音楽学者のフランシス・マースによれば ルビンシテインの芸術性は非難すべき傷がない、完全さであるという。彼は、ロシアの音楽界を変革し進歩させるために、戦ったのである。わずかに、彼の音楽的思考は、保守的であった。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンからショパンまでの前期ロマン派止まりで、リストやワーグナーは含まれなかった。また音楽に関して、当時まだ新しかった思想の多くには前向きでなく、 クラシック音楽における愛国的役割もその一つであった。ルビンシテインにとって国家特有の音楽とは民謡と民族舞踊の中にだけ存在するものであり、大規模作品、とりわけオペラの中には国家特有の音楽が入り込む余地はなかったのである。攻撃を受けたルビンシテインであったが単純に表だって相手をしないという態度で応じた。彼の講義や演奏会は大入りであり、 実際のところを応答する必要性を感じなかったのである。また、教え子に対してもどちらかの陣営に組みすることを禁じたのであった。ロシア5人組による市場での大ルビンシティ運動が展開される中、チャイコフスキーは自らがほとんど恩師同様にやり玉に挙げられていることに気づく。9位はチャイコフスキーが卒業制作に作曲したカンタータ。 歓喜に寄せるの演奏表を行って作曲者をこき下ろした。とことんくだらない。もし彼に少しばかりでも才能があったのであれば、間違いなく楽曲中のどこかで、あの音楽院が貸した稼が破られていたはずである。この批評は、神経質な作曲者にとっては散々な仕打ちとなった。その後、チャイコフスキーとバラキレフが歩み寄りを見せたために、窮屈な停戦状態に入り、 最終的には残る4人とも交友関係が築かれることになる。バラキレフとチャイコフスキーの協業関係の結果、生まれたのが幻想序曲、ロメオとジュリエットである。5人組はこの作品を受け入れ、さらにチャイコフスキーの次なる作品公共曲第2番小ロシアを熱狂的に迎えた。この公共曲にはウクライナ民謡が引用されているのに加え、 初版では5人組が彼らの作品で使用したものに類似した作曲技法が複数用いられていたのである。スターソフはシェイクスピアのテンペストを主題とすることをチャイコフスキーへ提案。これによって幻想序曲テンペストが書かれることになった。数年間の空白期間を置いてバラキレフの名前は再びチャイコフスキーの創作生活に現れるようになる。 そうして出来上がったのが、ジョージ・ゴードン・バイロンの劇史、マンフレットをもとに、スター・ソフが表し、バラキレフが提供した筋書きに沿って作曲された、マンフレット公共曲である。しかしながら、全体を通して見るとチャイコフスキーは、独立した創作の道をたどり続け、愛国主義と伝統主義の音楽家たちの中間に進路をとって、行くのである。最初の通信若いミリー・バラキレフ。 1867年、ルビンシテインは音楽院の学長職をザレンバに譲る。その後、同年内にロシア音楽協会の指揮者職からも身を引いてバラキレフを公認に据えた。チャイコフスキーはすでにオペラ、地方長官から性格的踊りを協会へ提供する約束をしてしまっていた。そこで主交付を提出するにあたり、彼は バラキレフ宛ての伝言を書き添えた。おそらくハンタータに対するキュイの批評のことも少しは頭をもたげたのだろう。メッセージの最後は踊りは演奏すべきでないと提言を行って欲しいという要望で締めくくられていたのである。この頃には一つのまとまりとしてのロシア5人組はチリジリとなっていた。ムソルグスキーとリムスキー・コルサコフは息苦しさを感じるようになっていたバラキレフの 影響下から出し、作曲家として、各々のの方向へと進んでいた。バラキレフはチャイコフスキーが、自らの指導下に入る、可能性を感じていたのかもしれない。彼がサンクトペテルブルクから差し出した、返事の中で、自分の意見は面と向かって伝え、要点を徹底するだけの時間を割いた方が良いのだが、全くの率直な気持ちで言うとして、言葉巧みに世辞を述べる調子で付け加えている。 それはチャイコフスキーが完全に一人前の芸術家であると思っているということ、そして今度のモスクワ訪問の折に一緒に作品について議論できることを楽しみにしているという内容であった。これらの書簡は続く2年間にわたりチャイコフスキーのバラキレフに対する関係性を決めるものだった。その期間が終わる1869年にはチャイコフスキーは28歳で、 モスクワ音楽院の教授を務めていた。最初の公共曲とオペラ一作を仕上げていた。彼は次に運命と題した公共詩の作曲に取り掛かった。はじめ、ニコライル・ヴィンシュテインの指揮によるモスクワでの演奏で曲に満足した。彼は曲をバラキレフに検定するとともに楽譜を送付してサンクトペテルブルクで指揮してくれるように依頼を行った。しかし同地では、 気乗りのしない評価にとどまり、バラキレフはチャイコフスキーにあてて、運命の楽曲中で、どこに弱みを感じるかを詳細な手紙の中に綴りつつ、同時にいくらか激励の言葉を添えた。バラキレフは、さらに自分へと楽曲が検定されることは、私にとって、あなたの思いやりの印として、貴重なことです。そして大変に結構なことです。というのである。 自己批判の厳しいチャイコフスキーはこの言葉の裏にある真実を見過ごさなかった。彼はバラキレフの批判を受け入れて手紙のやり取りを続けたが、一方で運命の送付は破棄してしまったのである。ロメオとジュリエットの作曲、バラキレフはロメオとジュリエットの創作を手助けした。絵画はフランチェスコ・アイエツ作の同名の作品。バラキレフの横暴さは、 チャイコフスキーとの関係に暗い影を落としたが、それでも、なお両者は、互いの力量を認め合っていた。圧力を生み出したものの、バラキレフはチャイコフスキーに対して何度も、作品を書き直す、よう説得できる、唯一の人物だったのである。それは、幻想序曲、ロメオとジュリエットにて行われた。バラキレフの助言に従ってチャイコフスキーが、下敷きとした彼の作品、 ディア王は、ベートーベンの演奏海洋序曲の例に習い、そなた形式で書かれた悲劇的序曲であった。筋書きを中心的な争いの一つだけに減らして、音楽としては、そなた形式の二部構造で表そうとしたのは、チャイコフスキーの案であった。しかし、我々が知るように音楽で、その構想が実現したのは二回の徹底的な改定の後になってからある。 バラキレフはチャイコフスキーが送付した初期校の多くを破棄し、楽曲は両者の間の活発な意見と共にモスクワとサンクトペテルブルクの間を行き来し続けたのであった。チャイコフスキーはバラキレフの助言から数点のみを取り入れた後、1870年3月16日に行われたニコライルビンシティによる第一校の初演を了承する。結果は惨憺たるものであった。 この失敗が身に応えたチャイコフスキーは、バラキレフの批判を心に留めるようになる。彼は、音楽院での学習の枠を超えるよう無理をして、曲の大部分を書き直し、現在の形へと仕上げたのである。ロメオとジュリエットによりチャイコフスキーは初めて、国内外での喝采を浴びるようになり、5人組も、無条件に、本作へ賛辞を送るようになる。 ロメオとジュリエットの愛の主題を聞いたスター祖父は彼らにこう告げる。かつてあなた方5人がいましたが、今は6人となりました。5人組のこの作品への熱狂は大きなもので、彼らの会合があるとバラキレフはいつでもピアノで弾いて、聴かせるようせがんでいたほどであった。彼はあまりにもそれを繰り返したため、記憶を頼りに自ら演奏できるようになっていた。 ローレンスとエリザベース・ハンソンをはじめとする評論家の中には、もし1862年にチャイコフスキーが音楽院に入学せずバラキレフの一団に加わっていたらどうなっていただろうかと考えをめぐらせる者もいる。彼らはチャイコフスキーがバラキレフに尻を叩かれ、着想を与えられるまでロメオとジュリエットを書かなかったという事実を証拠に挙げ、チャイコフスキーは より早く一人前の作曲家に成長したかもしれないと考えている。長い時間をかける中で彼がどれほどうまく成長できただろうかというのはまた別の問題である。オーケストレーションなどの彼の音楽的技能の多くは音楽院で受けた大法、火星、音楽理論の徹底した基礎講義の賜物なのである。その基礎講義がなければ後の偉大なる。 作品群を生み出す能力は育まれなかったかもしれないからである。1871年、ニコライ・ザレンワがサンクト・ペテルブルク音楽院の学長を退いた。公認のミハイル・ワザンチェフスキーは、より進歩的な音楽観を持つ人物であり、音楽院教育を生まれ変わらせるために、新たな活力を必要としていた。そこで、リムスキー・コルサコフに実践的作曲と、 楽器法の教授職と還元学の講座の指導役を打診する。かつて極めて強硬にアカデミズムへの抵抗を見せていたバラキレフは敵陣営の中心に味方を配することに利点があるかもしれないとの考えから彼が役職を受け入れるよう背中を押した。ニコライ・リムスキー・コルサコフの肖像、イリア・レーピンがそうした状況にもかかわらず、 ジムスキー・コルサコフは任用までに作曲家としての自らの技術的欠点を痛感するようになる。彼は後に愛好家だった私は何も知らなかったと記している。加えて、オペラ、プスコフの娘を完成させると創作に行き詰まりが生じてしまい、確かな音楽技法を手に入れることのみが作曲を継続できる唯一の道であると悟ったのであった。 彼はチャイコフスキーに助言と指導を仰いでいる。リムスキー・コルサコフが音楽教育に対する態度を翻して熱心な自学を始めると、ロシアの遺産を捨てて、風画やそなたを書いているとして、愛国主義者仲間は彼を非難した。一方、チャイコフスキーは道徳的な態度で彼を支え続けた。そしてリムスキー・コルサコフの行いを全面的に、 称賛すること、また彼の芸術に対する謙虚さと個性の強さの両方に感心していることを伝えたのである。リムスキー・コルサコフが音楽院へ勤める前の1868年3月、チャイコフスキーは彼のセルビア幻想曲に関する論評を書いている。この作品の考察を行うにあたり、チャイコフスキーはそれまでに唯一聞いたことがあったリムスキー・コルサコフ作品である。 公共局第一番と比較して、次のように述べている。その魅力的な還元落法構造の神秘さ、そして分けても純度シ野ア的な火星信仰のみずみずしさが、直ちに、リムスキー・コルサコフ氏の非凡な公共学の才能を示しているのである。チャイコフスキーの表はうまく、バラキレフ一派の関心を買うように言葉を選んで、書かれており、事実その通りとなった。翌月に彼は、 サンクトペテルブルクのバラキレフ邸を訪れ、ロシア5人組の残りの面々と顔を合わせる運びとなった。後にリムスキー・コルサコフは次のように10回している。音楽院の申し子であるチャイコフスキーは、我々の仲間からは傲慢ではないにしてもかなり怠慢に見られていた。また、彼がサンクトペテルブルクを離れてしまっていたこともあり、個人的に面識を得ることは叶なわなかった。話してみると、 チャイコフスキーは愉快で気の合う人物であり、気取らない立ち居振る舞いと常に、裏表のない誠意ある話の仕方を心得ていた。初めて会った晩に、チャイコフスキーは、バラキレフのリクエストに応える形で、彼の途端調公共曲の第一楽章を弾いて、聞かせてくれたが、それは、我々の好みにあったものだったのである。チャイコフスキーの音楽院での訓練は未だ彼と、我々の間で、 無視できない壁となっていたものの、彼に対する兼ねてからの我々の考えは変化し、より共感的な心情がかってきていた。さらに、続く数年間も、チャイコフスキーは、サンクトペテルブルクを訪ねた折には、バラキレフ邸に顔を出すのが常であり、我々も彼に会っていた。とリムスキー・コルサコフは綴っている。とはいえ、チャイコフスキーは5人組と、 伝統主義者らの双方から受け入れられることを望んでいたのかもしれないが、彼には両陣営から地理的に離れたモスクワにいることにより独立を保ち、独自の方向性を乱すことが必要だったのである。これはとりわけ、リムスキー・コルサコフがチャイコフスキーの音楽院での訓練を指して無視できない壁と述べたこと、及びアントン・ルビンシテインがチャイコフスキーは偉大な西欧の巨匠の先例から、 あまりに遠く逸脱していると感じていたことに照らすと正しかった。チャイコフスキーは新しい態度や様式を自らの糧として作曲家として成長を続けることができるようになっていたのである。弟のモデストは兄がロシア5人組の一部の作品の持つ力と活気に感銘を受けていたと記している。しかし非常に均衡の取れた人物であったチャイコフスキーは ザレンバトル・ヴィンシテインが大事にしていた最高の音楽や価値というものを完全に拒絶することもなかったのである。モデストの意見では、チャイコフスキーとサンクトペテルブルクの一団の関係性は、二つの友好的な隣国の間にいる状態を同じ土俵に立てるように注意深く準備を怠らない一方、両者の異なる関心を嫉妬深く警戒しているようであったという。 ウラディーミル・スターソフの肖像、イリア・レーピンが、チャイコフスキーは1873年1月7日、サンクトペテルブルクにある、リムスキー・コルサコフタクでの集まりにおいて、小ロシアという愛称で呼ばれるようになる、自作の公共曲、第2番の修学賞を演奏して聴かせている。これは、全曲の公式書演よりも前のことであった。彼は、弟のモデストに次のように書き送った。 その場の全員が私を引き裂いて歓喜の破片にしてしまわんばかりだった。それにリムスカヤ・コルサコバ氏は泣きながら曲をピアノ両用に編曲させてほしいと私に頼んだのだ。著名なピアニストであり自ら作曲、編曲もこなしたリムスカヤ・コルサコバは夫の作品やチャイコフスキーのロメオとジュリエットをはじめその他のロシア5人組の作品を編曲していた。ボロディンも同席しており、 この作品を認めただろうと思われる。他にその場にいたのが、ウラディーミル・スター・ソフであった。聞いたばかりの楽曲に感銘を受けたスター・ソフは、チャイコフスキーに次は何を書こうと考えているのかと、尋ねた。そして、間もなく、チャイコフスキーは、彼の影響を受けて、幻想序曲、テンペストを作曲することになるのである。小ロシアが五人組から愛されたのは、チャイコフスキーが、 ウクライナの民謡を戦慄素材として利用したからという単純な理由からではなかった。彼が特に両端学賞においてロシア民謡が持つ独特の個性をして公共曲の形式を作らしめたためである。これこそが5人組が全体としても個々としても努力して目指した目標だった。音楽院の基礎講義を受けたチャイコフスキーがロシア5人組の面々よりもそうした発展をより長く 凝縮した形で維持することができたのである。比較は不公平にも見えなくはないが、チャイコフスキー研究の権威であるデイビッド・ブラウンが指摘するところによると、もしムソルグスキーがチャイコフスキーの受けたものに匹敵する学校教育を受けていれば、小ロシア公共局のフィナーレと時間配分が似ている、組曲、展覧会の絵の終局、 キエフの大門において同じようなことが達成されていただろうという。チャイコフスキーが彼の支援者であったナジェジダ・フォンメックと交わした無数の議論の中にロシア5人組の話題もあった。フォンメックに5人組のメンバーについて伝えた1878年の1月までには彼は彼らの音楽界や理想からは遠く流れ去っていた。加えて5人組の最盛期は過ぎ去って久しかった。 オペラや歌曲の作曲に多大な努力を行ったにもかかわらず、K は作曲家としてよりも批評家としてよく知られるようになっており、その批評の仕事も陸軍の技術者、ホルイ建築の専門家としてのキャリアと時間の奪い合いとなっていた。バラキレフは音楽界から完全に目を引いてしまい、ムソルグスキーはますますアルコールへの依存などを強め、ボロディンの創作活動は、 科学の教授としての公的な仕事に比べて、いよいよ目立たないものとなっていた。1877年から1890年にかけてチャイコフスキーのパトロン、親友であったナジェジダ・ホンメック。リムスキー・コルサコフのみが音楽に専念して活発にキャリアを積んでいたが、かつてチャイコフスキーが批判されたのと似たような理由で、彼も 外国主義の同業者からの非難にさらされることが増えていた。リムスキー・コルサコフも、チャイコフスキー同様、自身の芸術家としての成長を衰えさせないためには、西欧の古典形式と技法を学び習得しなければならないと気づいていた。ボロディンはこれを廃教と呼び、こう付け加えた。コルサコフが背を向けたこと、 音楽異物の研究に目を投じたことに心を痛めるものが多い。私は嘆かない。それは理解できることでありムゾルグスキーはより手厳しかった。ロシア5人組は魂のない反逆者たちへと堕落した。チャイコフスキーが5人組の面々を分析する目は容赦のないものだった。彼の関節には一部に曲解や 先入感もあったと思われるが、明快かつ正確をいた詳細も語っている。リムスキー・コルサコフを襲った創作機器については非常に正確な見立てを行った。また、ムソルグスキーが5人組の中で最も音楽の才能に恵まれているとしているが、チャイコフスキーはムソルグスキーの独創性が生み出す形式を高く評価できなかった。その一方で彼は、 ボロディンの技術をひどく過小評価しており、バラキレフに対する評価は、ロメオとジュリエットを彼の助力を得て、構想、構成したことに照らせば当然あるべき、高さに全く届いていなかったのである。チャイコフスキーは、本メックに当てて、ロシア5人組は皆才能に恵まれているが同時に、うぬぼれを伴う、核と、自分たちの優位性に関する全くの愛好家的な、自信に、 汚染されていると書いている。彼は続いて、リムスキー・コルサコフの直感と音楽の訓練へと方向転換したこと、そして現在の状況を改善しようという努力に関するやや詳しい内容へ入る。その後、キュイを才能ある構ズカと呼び、キュイの音楽には独創性はないが器用で上品であると書く。ムソルグスキーは望みのないケースとし、才能は 勝っているが、思考の幅が狭く、自らの完璧を目指そうという衝動を持ち合わせない。そしてバラキレフは、途方もない才能を持つが、同時に、この奇妙な一団の、あらゆる理論の総発案者として、多くの害をもたらしたと断じた。1880年に、ロメオとジュリエットの最後の改定を完了した、チャイコフスキーは、創夫の写しをバラキレフへ送るのが礼儀だろうと、考えた。 しかしながら、バラキレフは1870年代初頭に音楽界の一線を退いており、チャイコフスキーとの交流も途絶えていた。そこで彼は、出版社のベッセルに対し、写しをバラキレフへ転送してくれる、よう依頼する。1年後にバラキレフからの返信があった。その手紙の中で彼はチャイコフスキーへの深い謝意を伝えるとともに、あなたが素晴らしくうまく扱えると思われる。 公共局のプログラムですとして、バイロンのマンフレッドに基づく公共局の詳細な計画案を提示した。その原案はもともと、スターソフがベルリオーズに公共局イタリアのハロルドの続編としてもらうため1868年に起こしたものであったが、以降、バラキレフが管理するところとなっていた。ユングフラウのマンフレッド・ジョン・マーティンが、チャイコフスキーは当初、 題材に興味が湧かないと言って、構想への協力を辞退した。バラキレフは粘った。もちろんながら、努力をすることは必要ですというバラキレフが熱心に、進めたのは、もっと自己批判的な進め方を取ることです。ことを急いではなりません。2年が経ち、友人であるヨーシフコテックの元へ向かって、スイスアルプスにいたチャイコフスキーは、マンフレットが、 舞台とする環境に身を置きながらその詩を再読することで考えを変えることになる。家に帰り着くと、バラキレフがスター祖父の筋書きから書き上げた草案を手直しし、第一学章のスケッチに着手したのである。マンフレット公共曲はチャイコフスキーが書くことになる。あらゆる作品、公共曲第6番、悲壮さえもしのぐほどの多くの時間、労力、 自己制作を彼にかけさせることになる。また、その時点で彼が書き上げていた作品中最も長大かつ複雑な楽曲となった。筋書きに関してはベルリオーズに追うところがあるのは明らかであったが、それでもチャイコフスキーはマンフレットの主題を自ら生み出すことができた。7ヶ月にわたる奮闘が終わろうとする1885年9月下旬、彼は バラキレフ宛ての書簡にこう記した。私は人生で一度も信じてください。これほど長く熱意を持って働いたことはありませんし、仕事でこれほどまでに消耗を感じたことはありませんでした。この公共曲はあなたの筋書きに沿って4つの学章で書かれており、お許しいただきたいのですがそうしたかったのも、山々ながらあなたが提案してくださった調整と推移を全て守る。 ことができたわけではありません。もちろん作品はあなたに検定いたします。公共曲を完成させたチャイコフスキーはそれ以上、バラキレフの干渉に耐えることに嫌気がさし、すべての通信を断ち切ってしまった。彼は自作の出版を担っていたユルゲンソンに、バラキレフは狂人だと思うと伝えている。この絶縁以後、チャイコフスキーとバラキレフは過度に親しげでない。 綺麗的な手紙を数通化しただけであった。ミトルファン・ベリアー F の肖像、イリア・レイピンが、1887年11月、チャイコフスキーは、ロシア公共楽演奏会の講演のいくつかを聞くのに、間に合うようサンクトペテルブルクに到着していた。演奏会の中には、彼の公共曲第1番の最終校が全曲初演された会や、 リムスキー・コルサコフの公共曲第3番の改訂版が初演された回などがあった。このサンクトペテルブルク域の前から彼はリムスキー・コルサコフやその周辺の人物と交流しながら多くの時間を過ごしていた。リムスキー・コルサコフはアレクサンドル・グラズノフ、アナトー・リラードフをはじめとする愛国的思想を持った作曲家や音楽家らと共に ベリアー F サークルと呼ばれる集団を形成していた。この集団の名前の由来となった材木賞のミトロファンベリアー F はアマチュアの音楽家であったが、クラズノフの作品に関心を持つようになって、以降、音楽家のパトロン並びに出版社として影響を与えた人物である。チャイコフスキーは滞在中こうした面々と多くの時間を共にし、幾分波乱含みであった5人組との関係性は、 ベレア F サークルとのより調和の取れた関係へと融合していくことになる。この関係性は彼がこの世を去る1893年の暮れまで続いていく。一方、5人組は散り散りとなって久しく、ムソルグスキーが1881年に死去すると、ボロディンも1887年に後を追っていた。9位は相変わらず、 チャイコフスキーの音楽に批判的な論評を書いていたが、チャイコフスキーの側では単に批判的な尺の種としか見なしていなかった。孤独に暮らしていたバラキレフの音楽は暴流へと追いやられており、ただ一人、リムスキー・コルサコフだけが作曲家として活発に仕事を続けていた。チャイコフスキーにとって、グラズノフ、リアードフ、リムスキー・コルサコフとの信仰の副産物として、 作曲家としての自らの能力に自信が増したことに、加え、自作を進んで同時代の音楽作品と並べられるようになったことが挙げられる。ベラー F の演奏会で再び大きく取り上げられた。後の1889年1月、チャイコフスキーは本メックへ当てて次のように書いている。いつでもあらゆる派閥の外側に身を置くようにしてきましたし、 音楽で栄誉を受け才能のある著名人に対しては、その人物の思想がどういったものであろうと、私が愛情を持っており、敬意を払うことを、あらゆる手段を尽くして、示すようにしてきました。また、自分がベリアー F サークルの作曲家たちに並んで、演奏会という場に出ていけることを喜んでいるように、思うとも記している。これは、自作がこれらの作曲家の音楽と同時に演奏される、 ことに対して、心から準備が整ったという自覚の現れであり、自らの作品と並ぶような、恐るべき楽曲はないのだという限外の自信から、発せられていたのである。当初ロシア5人組がチャイコフスキーに対して見せた、敵意は、チャイコフスキーがはじめに、バラキレフと、ついで、リムスキー・コルサコフとの関係を改善したことにより、緩和された。 後者は純粋なロシア愛国主義からは、離れた無国籍な音楽院教育に根ざした方法論を多分に取り入れた。5人組のまとまりは失われ、リムスキー・コルサコフを中心に形成された若い作曲家の集団であるベリアー・エーフ・サークルにとって変わられた。この一団は、リムスキー・コルサコフやバラキレフに橋を発する愛国的な様式での作曲も行う一方、 チャイコフスキーの音楽に象徴されるような西欧の作曲習慣をより広く取り込んでいった。リムスキー・コルサコフがこの傾向について書き残している。近頃、1892年頃はバラキレフの時代のロシア5人組の記憶に対して非常に冷めた、もしくはいくらか、有害しさえする態度が目につき始めている。がえって、チャイコフスキー崇拝と折衷主義への系統は、 ますます強まっている。チャイコフスキーがスペードの女王とイオランタで取り入れたウィックとファージンゲールの時代のイタリア・フランス音楽への変更に気づかなかったものはいない。この時までにベリア F のサークルでは新しい要素の増大と若い血が集まっていた。新しい時代、新しい鳥、新しい歌である。こうした影響とリムスキー・ゴルサコフが施した訓練の結果、 サークルの作曲家たち、とりわけ、アントガーレンスキーとグラズノフは、自らの音楽の中で5人組とチャイコフスキーの、技法の最良の部分を組み合わせることができた。しかし、このグループの作曲家たちは、しばしば2つの源流の方へと交代してしまった5人組から、受け継いだチンプサとマンネリ、そして音楽院で学んだアカデミックな、作曲技法である。また、リムスキー・コルサコフが指摘した、 接中主義がグラズノフのものなど多くの作品で創造性を押しぶしてしまった。にもかかわらず、ベリャーエフサークルは20世紀に入ってからも長く、ロシアの音楽に影響を与え続けたのである。ただし、ベリャーエフの影響力は、スクリアービンの創作中期から後期の頃には徐々に失せ始めた。これは、ベリャーエフがスクリアービンにサロン風の商品の出版を、 強く求めたことに起因するものであった。ベラー F は、ロシア発サロン風商品の伝統を崩したくなかったのである。注釈出展。ありがとうございます。